師匠、それでどうして私たちがアイドルになるんです？要するに関西でも将棋ブームを起こしたいと。その起爆剤として女子小学生のみんなに女流棋士を目指す将棋アイドルユニットを結成してもらいたいっていうのが上層部の意向なんだね。はあ。可愛い女の子が将棋を指してるって有名になれば、それ目当てに道場に来てくれるかもしれないでしょ。テレビや雑誌の取材だっていっぱい来て、将棋の PR にもなるしさ。それってつまり逆痩せパンダだね。なんだか安直な気がするです。上からの決定なんだ、頼むよ。まあ、女流棋士を目指してるのは今だってそうだし、いいじゃん、やってみようよ。私は構わないです。私も師匠がやれとおっしゃるなら。しょう、アイドルになよ。ありがとう、みんなありがとう。じゃあまずあれを決めないとね。何を決めるです？ユニット名だよ、ユニット名。それが決まらなきゃ何も始まらないでしょ。ねえシャルちゃん。はい。クズリュウ先生、ミオたちのユニット名はもう決まってるんですか？まあまあ一応決まってはいるんだけど。やっぱり SOG81 とかなんでしょうか？もうちょっとそのあれだ、格調高いというか。格調高い。あ、なら GOD84F ですね。いや、そういう意味でもなくて。じゃあ格交換試験飛車差しこなしたいとかです？居飛車党と水越美桜と仲間たちとか。もうちょっと関西に関係ある名前かな。関西？将棋に関係あって格調高くて関西にも関係があるアイドルユニットの名前？キラッ。おい！私変なこと言った？わかんないけど突っ込まなきゃいけない気がしたです。ああ、もうクズリオ先生、どんな名前なんですか？教えてください。君たちのユニット名はドキドキ。何は筋将棋通りです。